ケイタチローです、バトルピラミッドおそらく5周目かな。これがいや5周目多分5周目、5周目なんですけど、また戻ってきました。パーティーの方こちらです。これ変わってないですね。メタグロス、レジアイス、クマちゃんということでやっていこうと思うんですけど、まずまあ持ち物を持たせるとかいきましょうか。はい、見てください。これまあね、言わずもがな、道具はね、潤沢です。なので、負ける道理がねえだろうが。まずやらなあかんことっていうのは、先生の爪がな、いや、これどっちかな、光の粉かな。王者の印なんか素早さやポケモンに持たせないと意味ないですからね。なんで、先生の爪をメタグロスに持たせますか。はい。で、王者の印を、まあ、これ意味ないんですけどね、あんまりね。で、光の粉をレジアイスでいいかな。こんな感じでいこうかな。はい。でも、これ、先生の爪2個いらんやろってことで、捨てます。はい。1個捨てます。で、こだわりハチマキ。まあ、これ、どっかで使いたいなと思うんで、まあ、今は使わんかなって感じやな。じゃあ、行こうか。はい。まずは、まず1個言いたいこと。野生ポケモンとの接敵は避けましょう。あ、トレーナーもね。この階層、前回ね、ムーマーとか、ゲンガーとかも出てきたんで、そう、ゴーストとかできたんで、こいつは何してくるかっていうと、怨念して PP めっちゃ削ってくるんですよね。うん、それマジ厄介。なので、でしかも自信が食らわない。全員不要やから。ってことで、どうしたらええかなっていうことなんですけども、まあ、サイコキネスで一撃なんですよね。はい、そして毒技は食らいませんと。まあ、こういうこともね、加味して、やっぱりメタグロスが先頭でよかったんちゃうかなと思いますね。鋼タイプ。ちょっと有利に出れるんじゃないかなということで、まあよかったね。まあ鋼タイプで強いポケモン、エメラルドでさ、強いポケモンってなんかおったっけ。鋼タイプっつったら、だってさ、メタグロスがまあ一番強いやろ。でかいで、まあついでエアームとかかな。で、鋼で強いやつっておる？マジで心当たりないねんけど。例えば鋼って何おった？だって、ハガネイルとかはま出てけへんやろ。あ、はい。いや、もうこれもうアイテムとか取らんでいくわ。もうこの5回目以降は、正直もうアイテム厳選してる暇ないっす。もう強すぎて。チェリンエスパータイプか。でもこれもどうせ逃げれへんやろうな。一発で倒すキルとはちょっと考えにくいんですけど、まあ、ここはコメットパンチしとこうか。自信はこいつも当たらんしな。冬やから。一発で持ててくれよ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。うん。もう、被弾を避けていこう。なるべく。オッケー！でかい。スピーダーかな？スピーダーっつーの、なんか、微妙やな。エビビエード。これは、まあ、この怨念使われた時に使いましょう。スピーダー。こういう戦闘系のね、戦闘中に使用する系のアイテムはね、基本いらないっす。もう捨てていいと思う。出ちゃう！うわ、ムーマ。ムーマ出たよ、こいつ。でね、もう僕勘違いしたことが一個あって、ゴーストタイプにエスパーはだって効果等倍なんですね。知りませんでした、それを僕今まで。なんか、今まで、そのゲンガーとかゴーストってエスパー抜群やん。あれなんでかって毒がタイプ入ってるからやね。なんかその影響かなんかしわからんけど、ゴーストにはエスパー抜群なんちゃうかなっていう、そういう、なんか偏見みたいなの持ってもうてて、今すぐにその偏見は、振り払わなければならないと思ったらトレーナーと接敵や。まあ、ファーストバートね、これは。いきますか。まあ、いけるでしょう。ガルーラ、うわ、ガルーラ、ノーマルタイプが一番だるいな。これは、どう考えてもコメントパンチやな。うわ、うざい。うぜえ、それはちょっとだるいけど、まあ。このダメージ量やったら全然いいわ。ちょっとコメントパンチのピッピがもったいないんですけども、外さんことが大事ね。外すよりマシな。外すぐらいやったらひるんだ方がマシや。うん。ちょ、待って、それはエグいわ、エグい。マジかよ、マジで、ちょっと本当に、これ。おい、嘘だろ。これやられたらほんまに、無理やわ。これやられたらほんま、飽きませんって。そんな車やろ。いや、結構、嘘やろ！おい、ちょ、待てって、ほんまに、なんでな？
9章引かれてカウンターで持っていかれて、お前どボコボコしおるやんこいつ。さすがに落としてくれよ、落としてくれよ。いやマジか、危ね。いや死な死な、さすがに死な、さすがに死な。タイプ不一致、オッケー。いやちょっとやられすぎやって、こんなトレーナー一体に、いやトレーナー一体に対してこんな元気のかけらと傷薬さ使いまくってたらもうマジで何本あっても足りへんて。出口こっちか。いやもう使わざるを得へんな。ここでケチって前回負けましたからね、何本でも使っていきましょう。何本でも使おう。うん、ここでケチって前回ほんまボコボコされたからな。いやもうこの状態でも使う俺は。言うて23個もあるんでね、全開しよう。ってかもうこんぐらいはあの拾えるから、後で後から何本でも拾えるんで。いやにしてもひどいなこれは。ちょっとうーん道具も拾いたいところだけど、ちょっとこれはゴールを目指そう。オッケーオッケーオッケー、これ最適最適、オッケーオッケー。最速で階段を探し当てていく、それこそがこのバトルピラミッドにおける最短ルートです。それとこいつも冬やな、冬でエスパー地面とかそんな感じやったっけ。ということはまあこれはコメットパンチがぶっ刺さると。うーんこいつは何をしてくるのかな、技的な何をかましてくるのかな。まあ倒せる敵は倒すのはいいけどね、ただコメットパンチの命中率がね、命中不安あるんであまり使いたくはないんですけど、まあしゃあないかな。まあ速攻で階段見つけましょう。出たよ。まあしゃあない、まず一応全回復してるからさすがに負けることは、もう1体に対してこっち3体使えるわけやからな、それで負けるってことはないと思うけど、まあ、あとあれやな、ダブルバトルを避けること、そこに重きを置いてやっていこうかなっていう。アーマードは水タイプ入ってたっけこいつな、なんやこれ。いや水入ってんわ、なんか、ま、水入ってたっけ、もう分からん、くっそどうしよう。まあでもこいつは地震で一発かな。いやコメントはちょっとどっちや、どっちや、おそらく、いや地震やな。まあまあまあいいでしょう、地震食らうと思うで。抜群、いや倒倍どっちや分からんけど、いいよもうずっと守っとけ、ずっと守っといてちょうだい。これ倒倍か、これコメットパンチ今一つじゃなかったっけ、今一つやった気すんねんけど、いや分からんな。え、これで今一つ？あ、抜群やんけ、お前。ほら、な、抜群やん。上がると。意味ないけど。オッケー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 。まあ、地震一発無駄にしましたけども。お、いいね、アイテム。これをちょっと傷薬、おわ、元気のかけらだったらいいんですけどね。ムーマが出てくるよ。戦いたくないな。戦いたくないけど、もうやるしかない。うわ、ね、もう、まあ、まあ、いいや、まあ、いいや。やられるぐらいやったらやるからね、本当に。OK。まあ、なんか、神耐久なんで、正直、いらんな。持ってけるっちゃ持ってけんねんけど。うわ、おるな、おるな、これ、おるな。オッケーオッケー、これでかい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 よ。ちょっと接敵避けるぞ、極限まで接敵を避けて、アイテムを拾える、分を拾って、うわー、いらんいらんいらん、マジいらん。そこでそこで、オッケーでかいでかいでかい、回復アイテム、もう回復アイテム以外いらない。出てこい出てこい出てこい、ちょっともう淡々と行こうぞ、淡々と淡々と行きましょうや。ムーマがだるいなぁ。もうこれも使う。恨みって何やったっけ、恨みって何やん。怨念が確か PP0 にしてくる系やの技やんな。いや、こいつがね、上取られてるせいで、どうしてもこうなっちゃうんですよね。これスピード速いからほんまに。バトルファクトリーでムーマのスピードは速いっていうのを学んだからな。こいつマジで。まあ倒すしかないんですけどね。あと2回しか使えへん。まあ PP エイダーあるんで、
そこの回復っていうのは全然後から何もでもできるんですけど、まあ一回ゼロまで使い倒すかとか言ってギリギリでなんかなくなっちゃって積むみたいなことがあるんで、ちゃんと使いましょう。うん、出し押し見せてもしゃあないかな。いっぱいあるんでね、 BB8 に関しては11個あるんで使いましょうと。 OK、 マジ出し押し見すんのが一番もったいないし、ここまでアイテムせっかく集めたのに1個のミスで全て台無しになるからね。ここまで来るのに普通に俺何分かかった、普通に2時間以上かかってるからね。うん、その別にそのまあ難なく来れたとはいえ2時間かかるんですよ、普通にプレイしてると。5周目行くのに、バクトルピラミッドの。なので、本当にもう失敗したくない。もう、マジで失敗したくない。だから慎重に行こう。また動画、まあ、これは最高記念室でいけるな。いいぞいいぞ。だんだん分かってきたよ。いや、なんか PB 枯らしてくる。ようなことばっかしてくんな。時間稼ぎというか、なんというか。2連守るね。うん。さすがにそれは成功せんからな。そこまで甘くないと。やっていきましょう。ちょっと、ムーマーさん、どっか行ってほしいな。ずっとまたどこか出てきてほしいわ。これ以上出てこられても、ほんま、おっ、いいね。行くぞ。これで、5段目か。OK、行きました。前、これ、5段目ぐらいで死んだよな、俺な。あと2回、あと2段。階層進めば勝ちです。勝ちというか、まあこのまだまだ神代が出てくるまで結構長い険しい道のりなんですけど、いやそれはあかんって。ちょっと待て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 、マジで言ってる、何この人間魚雷。ちょっと待てよ、人間魚雷ならぬポケモン魚雷来たで。すごい傷口ですか。いやこれはちょっと聞いてない、これは聞いてないわ。今の大爆発やったと、大爆発やったら脅されてたな、これな、間違いなく。ちょっと、ほんで捨てようか、この辺捨てよう。ちょっといらんいらん。これ持っててもしゃあないし、あの、バック圧迫するだけなんで、これをちょっと捨てときます。あらかじめ。ちょっと粘土、うわ、何やこいつ、フライゴン出てきたし、野生のフライゴン出てきた。こいつも冬というか、まあ、飛んでるしな。飛んでるよな。飛んでんの？じゃ、地面ドラゴンで冬がね、冬なんか。いやー、また、鬱陶しいやつ出てきたで、これ。殴らな、結局のところ、こいつ、逃げられへんもんな。4バイト。逆転にやつか。いや、マジで、まあ、上がってくれるのは嬉しいけど、一発で持ってけんのはでかいな。しかも、これ、噛み砕くのが4バイトないのかも、固めてきたよ、これ。上取られとるし、まあ、当たり前か。先生の爪で上取っただけやな。ちょっと待ってくれ、ちょっと、おい、待て。おい、タイプ1の自信はちょっときついで、これ。やんちゃすぎるって、こいつ。ただの野生のポケモンにしてはやんちゃすぎる、こいつ。ちょっと待て、これ。おい、お前、俺がせっかく、溜めまくってた傷薬がなくなるぞ、これ。やめてくれ、こんな野生ポケモン1体に対して、お前、傷薬使ってたらマジでキリないって。勘弁してくれ、ほんとに。いや、ちょっと最速で降りよう、最速で降りるか、もしくは道具をしっかり拾ってから行きたいけど、ちょっとフライゴンとはもう二度と接敵したくないんだけどね。うわ、こいつもこいつで、いやいや、自爆してくる、こいつ、いやいや、もういやいや、ちょっと逃げれへんしょ、どうせこれ、どうせ逃げれへんもん、これ、逃げるか、オッケー、逃げれた、逃げ、粘土はもしかしたら逃げれる？もしかしたらやけど、もう、あっ、もう今のもうケアレスミスやな。避けれたな、今のは。ちょっと勘弁してくれよ。つぼつぼ、うわー、つぼつぼか。防御高いんですよね。防御並びに特防がくすほど高いと。自信が一応抜群で入んとは思うねんけど、いや、もうそこ外したらあかん、そこ外したらおしまい。いや、これやばくね。いや、まあ大丈夫か。まあこいつもともとアタック弱いんで、なんか、しょうもない、眠るとかいろいろ、まあ、でも、転がる打った時点で、結構入る、めっちゃ入るんけ。結構入る。あ、よかった。意外だ。よかった。
なんか眠るしてね、影分身とか積んでね、みたいな、そういうタイプのツボツボいるんでね。動画と密をしてるとはいうものの、ちょっとこれ以上この階層にとどまりたくないぞ。アイテムも確かに大事だけど、この階層にとどまり続けること、それは得があるのかどうかっていうね。そこを天秤にかけたときに俺はもう、逃げるを、逃げることを選んだんだけどな、これ。倒すか。自爆される前に倒そう。いや、粘土俺も地味だるい。フライゴンが一番だるいとして、ついでムーマ、その次粘土俺って感じかな。いや、ムーマに関しては、全然倒しきれるから、あ、今のこれちょっと、これフレミやな。うん、今のコメント版じゃなくて最後見ですやと。これ今のフレミですね。ちょっと地味にやばい、地味にやばいというか、ちょっと、アイテムがあったぞ、アイテムがあったぞ。アイテムがあったよな、今の。逃げさせてくれ。頼む、逃げさせてくれ、ちょっとこれ。逃げさせて、一応、まあ、エネゴの尻尾とかあるけど、これはまたこんなやつに使ってたら、もったいない、もったいない、もったいない。あー、もうあかん。あ、まあでも、どの道あるやん。まあ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 、でもしないの、しないの。な、耐えるからな。オッケーオッケー、これでいい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 。これでいい、これでいい。うん、どうせだって殴ってても、一発で落としきれてないから。あー、ナイス、これはでかい、でかい、でかい、これはでかいぞ。これちょっと持たせようか。貝殻の鈴を、まあ、先生の爪なんかに比べて、あ、でもこれはなんか次のターンで死にそうやから、今、使う、あ、これ使うか、これ。使おう。使います。うん、使おう、使おう。壊滅するぐらいだったら使おう。使ってなんぼや。俺はこのままな、この、確かにここからアイテム増えることはないかもしれない。もうだってこの、増えてはないやん。だってもう減ってる一方やん。自利品やん、アイテム。だけど、カゴの見てなんだっけ？やけど、な？このまま俺は突き進む。金神代まで突き進むからな。おい、階段出てきてくれよ、頼むぞ、おい。まあ、自爆どうせ撃ってくれやろっていうことを考えて逃げましょう、ここは。うん、まあまあ、正しかったな。俺の考えは正しかった。うん、殴ってたもん言っちゃったから。ちょ、急所やろ、マジで。ちょっと、マジで。お前、次のターン急所からったらマジ負けんで、これ。おい、階段、絶対こっちやん、これ。絶対こ、あー、やばい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 。まあ、どの道戦わなあかんかった、これは。多分、絶対こっちに階段あるな。まあ、あるまい、まあ、これは俺に武があるでしょ。マルマインならば、自身で一撃と。ただこれが、まあ、大丈夫、耐えるわ、耐える。全然耐えるわ。こんなん耐えるわ。当たり前耐えるんけば、嘘やろ、ちょっと。クマちゃんですね。これ何持たせたっけ？メガドン効くか。いや、自身か。タイプ不一致とはいえ、持ってくやろ。マルマインそんな耐久性の高くないからね。これ光の壁どこに強くなった。あ、じゃあまあ全然関係ない関係ない。おい、デガメタグロス診断マジででかいって。オッケー、これ蹴散る、蹴散った方がいい。これ動画一つも落ちてない。消した方がいいかな、これ。フライゴミ出てきたけど、まあでもこれはレジダイスやから、俺、なあ、こっちに、こっちの方が。冷凍ビームで一撃やろかな。ただ、向こうの方が早いんですよね。それは、うん、しょうがない。マジで！カゴの実って何に使えないんだっけ、さっき拾ったけど。麻痺って確かキーの実じゃなかったっけ。カゴってなんやん。まあ、まあ、な、まあ、最悪の場合、今、ラム使えるんでね。眠りが落ち、眠り？ええー、いや、ラム使うか、ちょっとこれ、しゃあないな。何してんの、お前。これ、しゃあない。いや、あっぷね。カゴの実で、眠りってなんか、眠らせてくるやつおんの、こう。
え、だからカゴの実が落ちてるっていうことは眠り技を打ってくるポケモンがおるっていうことを示唆してんやろこれ、おそらく。じゃなきゃダサいもんな、そんなん。うわー、てかマタドガスに対してちょっと弱いなこっち。まあ結局、まあでもこいつもなんか大爆発とかしてきそうやな。嫌やな、ちょっと半分以上持ってけ。くそ、うん、守るしか打ってけえへんやったらまあ全然ええわ、それに関しては。2連魔族目、まあ、2連マロルがマロマロが成功してくな、ええけど。お前マジそれはないわ。いや、泣いて、ちょっと、うわ、嘘やろ。これあれやわ、ちょっと、メタグロス召喚するわ。あかんやん、これ、ちょっと、残り9個飽きませんって、ちょっと。いや、湯水のごとく、この使ってええの、これ。絶対あかんやろ。うわぁ。ちょっと、野生ポケモンよりかは、野生ポケモンよりかは、まあ、弱いポケモン来てほしいな、ちょっと。いやらしいポケモンじゃなくて、毒クラゲ。毒、水なので、これは最後のゲストやな。こいつは倒せるやろ、さすがに。この波乗りがどんなクラゲやな。まあまあまあ、でもこれ、貝殻の数で結構、まあ結構っていうか、まあまあまあ、回復できるから。マジかよ、ちょっと。一発持ってこなかったな。せやね、毒グラゲって毒棒高いんでね、知らんけど確か高かったっしょ。あー、まあここはちょ、ここ乗り切ろう。うん、混乱乗り切ってその先に光は見える。さあ越えてくれ。ナイスー、おっしゃー。そして貝殻の鈴でばっこり回復するとな、結構回復するんちゃう。でかいよ、貝殻の鈴でかいわ。まあ、この、なんていうの、食べ残し系アイテムはマジででかい。ちょっと、教えろ、お前、教えろ、場所教えろ。おい、おい、逃げんな、お前。もう4人おる、大変、これね、4人おるって、もう絶対戦わないんですか、こんな。4人トレーナーおるやと。戦ってたまるか、うわー、フライ込み。こいつ、なんとかしてくれよ、ほんとに。俺じゃどうにもできへんで、これ。いや、俺じゃどうにもできへんし、逃げれへんし。これちょっと、あれ使うか。え、猫の尻尾使った方がいい、これ。な、そんな気がしてきたわ。そんな気がするわ。ちょっと逃げよう、まかん、これ。成績した俺が悪かった。ちょっと、無理や。逃げよう。もう戦ったところで。てか、戦ってしまったけど。いや、もうこれ使おう。うん、レジアイスは最悪死ぬけど、まあしゃあないな、これは。ちょっとこれ以上は。これ以上は。頼む、やめてくれ、やめてくれ。もうすぐ勝てそうやねん、もうすぐあと7回そうやねん。ヘラクレス、こいつなんかいらんことしてきそうや、これ。格闘無視でしょ、ちょっとタイプ相性が分からへん。コメントパンチか。まあタイプ不一致やからな、タイプ不一致やからな、不一致やからな、不一致やからな、不一致やからな。ちょっとなんでそんな来るかな。くっそ、マジかよ。で、しかもこれリングマ出したら結構厳しいとこってノーマルやから。これ引くか、まだどうせ自信打ってくれるのこいつ。いや、こういう時にアイテム使わなあかんかったか、もしかして。これ自信やろ、どうせ。これどうせ自信でしょ。一回鉄壁積むか。いや、これランスで倒れる。ランスで耐えるな。ランスで耐える。ランスで耐える。ランスで耐える。あー、もうあかん。下手すぎる。マジで下手すぎる。さすがに格闘技覚えてへんやろ、こいつ。よっしゃー、やけどまあこのメタグリ、やばい、お前ね、お前が外してどうすんの、お前が外してどうすんねん、お前。ワンチャン終わんぞ、これ。
このなんかしょうもないダメージ食らいすぎやわ俺。いやちょっとバカンが何してんねん。回復その薬使おう。レジアイスでちょっとスパロー、これはちょっとあかんわ。これ以上使ったらマジで負ける。あっびっくりした。よっ、あった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 。おい、なんやねんこの四面楚歌は。おい、救いはないんか俺に。いけたわ、ちょっといけたいけたいけた、これでいけた。え、何今の。いや、よくあるけど。いや、ゲンガー対策でちょっとメタグロス復活させたい、復活させたいけど、もったいない、これ以上はもったいない、ほんとやめてほしい。ギガドレインやぞお前、ふざけんなよお前マジで。まあ、氷漬けにすんぞお前。まあ、倒せんこともないんやけどな。倒せんこともないんやけど。こんなわざわざ戦闘、野生ポケモンとの戦闘でこんなピリピリしてて大丈夫なのっていうね、そこが不安で不安でしょうがないです。こいつは大丈夫大丈夫大丈夫。まあ、おそらく地震とか打ってくるやろうけど、まあ、しゃあないな、そればっかりは。竜の息吹、麻痺すんなよ、ほんまに。麻痺すんなよ。竜の息吹での麻痺の確率って何パーなんやろな。結構高かったような気がするんだけど。OK、4倍弱点。あと1回だけでええねん。あともう速攻で、階段見つけるだけ、階段見つけるだけ、階段見つけるだけ、もう、それだけでええから。アイテムいらんからもう。グエンガー。50、まあでもレジアイスって素早さ遅いもんな、こればっかりしゃあないよ。でまあ最悪レジアイス大爆発使って、まあゲームガーには食らわんからあれやねんけど、まあ別ポケフライゴンとかそういう系にもし殺されそうになったんやったらは使ってもいいかなと思いますね。オケナイスナイス。こんな、まあ、こんなとこで運使わんでええねんけどな、ほんま早いねん。おふざけんなマジで、何その速さ、最速時計おかしいやろ、まず。いや、少なくとも3ターンは凍ってくれんとさ、氷の旨味ないやん。どんぐらいの確率なんこの氷が溶ける確率って。お前教えてほしいねんけど。またドガスは大爆発してくるぞ。逃げた方がいいと思うねんけど無理やろな。てかこれもう逃げるってあかんな。これちょっと使おう。使おう、死ぬよりマシや、死ぬよかマシやわ。苦しい、いや苦しい、ちょっと本当にやめてくれよ。次回ちょっと鋼のタイプ多めに持ってくるか、それしかなんか打つ手がないというか。だって毒技とかさ、ノーマル技の大、まあ、なんで自爆じゃなくて自爆これをさ、受け止めるにはさ、まあ、耐久系のポケモンが必須なわけですよ。ほな、どうするかって言われたら、逃げるしかないんですよね。もうこれ全部使おう。ちょっと待って。もうしゃあない。もうこういう時のために残してただけやからな。おっ、でかい！ああ、終わった！終わった！やっと終わった。ちょっと消費カロリーがエグいって。えぐいってこれ、ちょっともう。疲れた。疲れた、マジでも。何やこれ。何これ。何これ、めんどくさ。バックがいっぱいあって。おい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 、マジでめんどくせんだけど、ちょっとなんだこれ。スピード出せるか。スピード捨てて。カゴの実も捨てますと。こだわりハチマキはどっかで使うタイミングがあればいいんだけどな。先生の爪も、いや先生の爪いるかこれ。これあんまいらん、まあね、今は使わんけど、なんか後々必要やなと思うから、これは、これでいけるか。あ、まだなの、ちょっと待って、なんこれ、えあなんなんこれ。おい、ややこしいことすんな、お前。捨てるな、捨てるな、お前。光
光のことが一番大事だぞ、お前。オッケー、これでいいか。まあ、王者の印もいらんかもな。だって素早さ、買ってるやつおらんしな。あいつでポケモンに。次回何週目や。次回が、これで35週目終わったか、次6週目か。次6週目ですね。いやー、ちょっとマジで、ちょっとこれは、えげつない戦いになりそうですね。神代にたどり着くまでに俺は回復アイテムをしっかり温存できているのかどうかっていうのを、まあ、そこが一番の争点となってくるでしょう。はい。ということで、頑張ります。以上、ケツダシロウでした。